機関車と亀頭の機関車トーマスさん、布団ちゃん初任給入ったからソープで童貞捨てたよ。ジョーが可愛くてよかった。今ハマってるマッドあるからよければ見てくれ頼む。あれ、200円感謝します。ちょっとまたどっかで見ます。チンローサイさん、コロナ、濃厚接触者って暇だからありがたい。400円感謝します。鬼寄せさん、箱からで熱唱するおえちゃん200円感謝します。またどっかで見させていただきます。雑談でも撮ったらさ、見させてよ。コブロンさん、まさ嘘って言ってくれた誰と愛してるパエリア作って200円感謝します。なんか還元できる機会があったらします。村井やくもさん、放送お疲れ様です。コスプレイヤーのみそのさんと見る布団ちゃんの動画を視聴されましたでしょうか。おもろいのでぜひ、ちょっとまたどこかで240感謝します。ちょっと視聴系はまたどこかでまとめてみます。杉本彩さん、布団ちゃんの学生リスナーさんに三鷹のリスボンっていうお店を紹介させてください。170円でモーニングが食べれて、マスターも穏やかな方で雰囲気最高だよ。布団ちゃんのおすすめの喫茶店も教えてください。喫茶店か、町田のバーガーキング。はい、町田の、俺よく行く喫茶店町田のバーガーキングなのよ。ああマジで、町田のバーキンだよ俺。喫茶店じゃねえかあれは。でもバーキンを俺喫茶店のように使ってるぜ、うん、マジで。そこで俺ポケモンのレベル上げとかも してるしな。まあまあまあいいや。喫茶店、まあ、喫茶店ってあの喫茶店だと米だしか知らないですね僕ね。ムニグマさん、布団ちゃんが以前おすすめしていた深川ダンジョン攻略機をとりあえず3巻まで買いました。女の子の低層関連の低さが抜きを加速させる。よく分かってますね。その通りです。暗黒放送の横浜みどりさん、玉川に地蔵投げ捨てたあの日、玉川の駅で人身事故が起きた。200で感謝。本当に嘘でしょ、信じないですよまだ。陰陽戦士バキガンダムさん、布団ちゃんはユリ系のエロ漫画好きですか。私はどんなに抜き修行をしても全くチンピクしません。この作者は開けるぞっていう人がいればご教授ください。いや俺ユリ系わかんないっすね。うん、俺も全然チンピクしません。はい、ハーマイオニーさん、ドラケ36周年おめでとう。そしてありがとう。マサオ様、3分ほどでできるサイコパス診断をご用意いたしました。ぜひこの節目にいかがでしょうか。またちょっと次回で、すいません、ちょっと普通にコメントしてください。シミだらけの抱き枕さん、ランクエフさん、先日キャンプ配信お疲れ様でした。酒片手に見れてすごく楽しみました。ところで布団ちゃんは1から18の数字で何が一番好きですか。よかったら教えてください。未来が変わるかもしれません。1から13とか好きっすよ。はい、なんでだろう、13、この中でふとパッと出てきたのが13、すごい好きな数字っすね。なんだろう、素数っていうのももちろんあるし、なんだろうね、13が好きな理由、なんだろうね。キリストの死んだ日なんだ。ただいま13時間っていうのもあるし、うん、13っていうのはすごい好きっすね。なんだかんだ。トトロさん、布団ちゃんお疲れ様。覚えてるか分からないけど前エールした看護師だよ。今日は夜勤明けで3時間、残業してたから残業代でエールするよ。布団ちゃんも、体に気をつけて頑張って。いやトトロさんも体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。見上げる感じます。みかんの山さん、布団ちゃん古典的なマッドは好きですか。私は大好きです。批評するのもおこましいですが最近布団マッドで一番好きです。ちょっとまた見ような。ちょっと日曜日ささっとよ、もうエスカーク倒したらさ祝杯配信しようぜ。酒でも飲みながらインターネットサーフィン。うん、今日は見ません。ルンパパさん、ドラクエ神、布団ちゃんはサイコパス人なん好き。サイコパス好きな人、サイコパスな人好き。おいらの友人はサイコパスいないよ。ああそうですか、200円感謝します。マティクラさん、布団ちゃんまた酔っ払っちゃってお仕事したくないね。4800円感謝します。ありがとうございます。レモンさん、あれ削除されてる。200円感謝します。なんでだろう、削除されてるわ。レモンさん、布団ちゃんごめんね、サブスクは後で入るよ。200円感謝します。ちょっと何が何だろう、よくわかんないですね。何ですかね、謝られてますけども。ビンラディンさん、お前が不幸になりますように800円返します。脇ガーシーバーサーカーのナビさん、布団ちゃん、配信お疲れ様です。今日はドラクエの日だね。布団ちゃんは次回作の自由にはやる予定かな。テーマが大人のドラクエということで18禁にしてやってるシーンバンバン欲しいね。200円返します。ドラクエにそれ合うんかな。
ちょっとなって感じですね。まあ、あの FF とかもキスとかするの当たり前になってますけど、ドラクエちょっとな。ボーリューガイグネスさん、競輪の YouTube 広告、出てきすぎてイライラしすぎた結果スマホを投げ飛ばして画面がぐちゃぐちゃになっちゃったから頭が割れそうだ。見上げる話します。マジでそれでスマホを投げるのストレス耐性低すぎてんか。ちょっとなんか訓練した方がいいぞ。ヤングボートさん、保育、実習が終わった、大学3年です。実習中美人だった先生と連絡先交換のやり取りが実習先にバレて指導を受けました。相手の先生も個人的に怒られたそうです。迷惑かけて、落ち込んでます。布団ちゃん慰めてください。まあ、あの結構あ聞いたことありますねそれ。まあでも美人だった女性ってことか。逆が結構俺聞くな。逆で、慰めてください。まあでも向こうの先生が悪いけどな。向こうの先生だってプロだろ。だってお前まだあれだろ、半人前なのにさ、プロのそっちが断んないとダメだろ。普通に考えてこれって悪いのか。悪いよ、はい、いけないことだよ。サラパイさん、運動不足だったから通勤のためにちょっと高めのクロスバイク買ったんだけど盗まれそうで怖い。200円で返します。マジで大丈夫だよ。俺一応今のところ何のツバつけられないから大丈夫だよ、安心してください。俺は今のところ何もいたずらされてません。一緒にグリーモア運転手はなペッコさん、ご講電です。ナムアミダブ300円で返します。多分死んだタイミングだろうな。俺配信始めて2時間で死んだんだな。マリンチ・ポワネットさん、ジズの普段の不幸、ジズが普段の不幸をやられてたんでね、それでジズが亡くなったことをやらげられたものがダイレクトに来るようになったと。見上げる感じます、そうかもしれません。コンソ・パンチさん、花だけ添えさせてくれ。見上げる感じします。もつ薬さん、黙祷解除。見上げる感じます。ペッコさん、ご仏殿です。方針犯にゃ腹見た字。見上げる感じします。アンパンマソさん、ドラケの日に全滅して松本真っ青。言わけないかします。シャッターさん、マチャオ満身から全滅の流れ最高でした。ところでよ、究極配合は切ないか。やりました、ありがとうございます。キクのもんどころ、晴れて桜丸、いやはや満開満開さん、セウジタウス敵ながらあっぱれ。読み上げる感じします。ティーダのチンポ気持ちよすぎだろうさん、布団ちゃんのパーティー全滅、俺も悲しかったよ。パーティー、俺新しいパーティー楽しみにしてるよ。それと眠りの扉のボスはそこまで強くないから、パーティー作ったらぜひ行ってほしい。見上げる感謝者、めちゃめちゃ強かったわ。眠りの扉のボスってエスターゴのことでしょ。めっちゃ強いだろ。ティーダのチンポ気持ちよすぎだろ、ティーダのチンポ気持ち、俺すげえ、俺も見てるわ最近。めちゃめちゃ癖なんだけどあれ。いいだろう、チンポ気持ちよすぎだろ、気持ちよすぎるだろう、あれめちゃめちゃ、まだにわかなんだけど、はい、みんなでまた見ましょう。マックシェイク山田さん、布団ちゃんこの前ズボンを下した、ズボンを下した反動でチンポが下ろした反動かで、チンポがボロンって取れる夢見てよ。そんなお前にピスタチオさん、布団ちゃん今日も配信お疲れ様、キャンプ配信めちゃめちゃ楽しかったです。何か裏話的なものがあったら教えてください。裏話か、裏話、あのね、食材を余すことなく調理した。あれ最後全部余ったやつとか、朝俺さ嘘つけた、嘘ついてるんだって、やっぱお前ぶっ飛ばすぞって、嘘ついてるんだったらつかねっつうのだから、俺何時起きた、5時半ぐらいに起きて、でそれでね、まず配信終わった後に、4分の1ぐらいやって、残りのやつは、あとね朝全部やった、そうそうそう、調理しただけだからさ、こいつらさいらねえんだけどマジで。だからさ、なんだこのバカたち、本当に全部作ってマジで本当に、スタッフの人もいたから、マジで余すことなく料理できてよかった。サンマで一番美味しかったのがサンマ、何気に一番うまかったのがサンマ、本当にサンマ美味しかった。
さんまはなんで配信でやんなかったのかなって思ったわ、うん、マックシェイク山田さん、布団ちゃんこの前ずあこれはあれだみたいな、ハンマーカンマーさん240感謝します。オカメさん、布団ちゃんはエディプスコンプレックスってやつして、知らない、わかんねえ、なんだエディプスコンプレックス、知らないっす、感謝します。一気さっき送ったつもりができてなくて泣いた、日本ダービーの本命はジオグイです、今から感じます。菊の門所、晴れて桜丸、いやはや満開満開、マセオのモンスター牧場、エロ本しかいなくて泣いた、 Y の DMM ブックスの本棚やんけ、今から感じします。マッチャーさん、マセオ、数珠がないか身の回りを、探してみてください、玄関や洗面所を重点的に、もしどこも探してダメだったらレントゲン検査を受けてみてください怖すぎだろそれ、感じます。公式サイオレコースケ切り抜けない200円返します。脇草のノブシンさん、まっちゃん、自動オナホの次は何々じゃないか、何々開発は多分これケツの穴だろうな、催眠音声と UFO シリーズとかニップルドームとかおすすめだぞ、80円で消えたのちょっと高いよ、200円返します。脇草のノブさん、まっちゃんあの柳を見てみろ、風に揺れてるじゃろ、何わけわかんねえんだけど、俺は頭悪いんかし、なんか何言ってか全然わかんない。シャークさん、途中なぜか本屋さんになってたけど強いレディスができてよかったね、いやほんとっす、ありがとうございます。高田健志郎さん、松本くん夜勤終わったよ、今晩は、疲れてお腹ペコペコだから200円感謝します、お疲れ様です。マッティウクラさん、布団ちゃん朝まで配信ありがとう、ほぼ見てなかったけど遅刻しないで仕事消そう、200円感謝します、頑張ってください。花クソナットさん、2回全滅の末よくここまで戻しましたね、根性はすごいです、倒した後に捕まるシステム検証したのでディスコに送りました、あマジっすか、ありがとうございます、感じます。アンニュラストナイスさん、お前は仕事行ってきます。松さん、布団ちゃんお疲れ様、今五等分の花見てんだけど、作者どうせオタクはミクみたいな女が好きなんだろう感が嫌いだけど、まんまと引っかかっちゃってミクが好きになっちゃった、ほんま自分自身が嫌になるよ、あミクってあの子だよね、ちょっとこうおとなしめなんだけど、あの髪の毛長めのおとなしめのあの子で、俺もだからそのミクが好きだなって、はい、次に好きなのがヨツハだな、そうっすね、でまあその後ちょっとあれですね、純不動というか、まあちょっとフラットな感じなんですけど、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。僕と趣味が似てるということで。ちょっと今日ね、僕ね、夜中案件で、配信するんで、ちょっとなんかいろんな初めて絡む配信とか、あとは今まで絡んだことある、方とも、やるんですけども、またちょっと遊び、もし来てくれたら幸いです。はい、何時から夜中だな、多分。うん、ちょっと時間もね、ごめん、全部、俺の携帯に入ってんだけど、多分、ツイートします。はい。お昼ぐらいに。はい。またどこかでお会いしましょう。あ、何か、あ、一応ね、やるのは、なんかね、配信者、競輪大会みたいな。はい。あります。スタジオでやります。はい。一応みんなの多分知ってる方たちだと思います。はい。またどこかでお会いしましょう。おやすみなさい。寝ます。僕、この後。ちなみに、なんだっけな、これすごいのかどうかわかんないけど、回収率は今 85% です。はい。頭が回ってないです。はい。的中率は、3割5分です。だから3回に1回は当たるぐらいになってきました、うん、またどこかでお会いしましょう。おやすみなさい。眠い。